こんにちは。アマゾンスサポーター、堀秀夫です。今日はオーストラーアマゾン、それぞれサポートさせていただいて、売り上げ、利益、人それぞれなんですけど、一番売り上,上,げ上げてる会員さん、年間98万ドル、約1億円弱、月間売り上げ8万2千ドルというのをいただいてね、年間どれぐらいですかと言ったら、去年は98万ドルでしたと。 いう話でした。4年以上サポート継続していただいてるんですけど、飲食店オーナーの方でコロナで営業自粛中にオーストラーアマゾンに取り組んでいただきました。FBA を使えば隙間時間に商品を探してアマゾンに送るだけというのがアマゾン出を始めた理由です。目論見通り稼げるようになりました。この会社の特徴なんですけど、何でもすぐに質問してきます。 そして商品探し、納品、すべての行動が素早いです。かねえー、考えてる暇があったらもう質問私に何かけてね、返事が来たらその通りやると。で、自分の方でできる商品探しをね、入ってる時間で徹底してやってると。まあ、売れたらすぐにね、納品しないと販売機会をロスしますというのが分かってすぐ納品すると。まあ、何しろ素早いと。まあ、素早く行動するだけで、もう特に他のことはやらずともね、アマゾン室この 年間1億円弱売り上げることが可能ですで。利益はね、今現在大体2割前後だということなんでね、まあえー、1800万か2000万か、まあ、それぐらいの、ねえー、収入を得ています売り上げを上げる利益を上げるのに一番役立つ支出は何かなと思ったらね、やっぱ素早いスピードというのが一番なんだろうというのを、ねえー、思い当たりましたのでシェアさせていただきました。アマゾシサポーター、タ堀秀夫でした。